クーニャのパパさん、京馬のことを青森に連れてこいって言ってたね。楽しみだな。楽しみって？だってクーニャ、京馬のこと好きな人って言っちゃったよ。だから京馬と一緒に行ったらどうなるか今から楽しみ。助けて、お願い。何も普通に連れて行くしかないと思う。なんで私はこんなわけのわからないタイミングでカミングアウトしてんのよ。それも父親相手に。まあまあ、てにゃ。岡部、よかった。せめて辛い思いだけでもせずに済んで。岡部、待ってて。私が必ずその悪夢から解放してあげるから。あんたが真由里のために時間を飛んだように私も過去に飛ぶわ。おかしいわよね、あんなにタイムマシンに嫌悪感があった私なのに。だから私がこうするのは、岡部、あんたがそうすると決めたから。真由里を助けるために何度も時間を繰り返すと決めたから。Thank you.
でもだからこそ必ずあんたに道を示してみせる。まゆりと自分と岡部のために。正直言うとね、ちょっと怖くはあるのよ。だって自分で作ったとはいえ、タイムリープマシンがきちんと動く保証はないしね。あんたはそれで飛んだっていうのに。自分勝手ね、私。そう、あんたのためにね。だからごめん、卑怯だけど私に勇気をちょうだい。岡部、好き。あんたがどれだけ中二病でも、センスのおかしな空気読めないもんでも、知識の偏った北欧神話好きでも、そんなの全然関係なく好き。クリスティーナとか女子とかセレセブとかザ・ゾンビって呼ばれるのはいい加減縮小気味だけど、そのうち必ずあんたに私の名前をきちんと呼ばせてみせるわ。真正面からね。岡部、行ってくるね。